720時間生放送エクスペリアだけ生活男女7人夢物語。舞台は築100年を超える古民家エクスペリアハウス。見ず知らずの男女が共同生活をしながらソニーモバイル製のエクスペリアだけで夢の実現を目指すリアルドキュメント。メンバーは熱い夢を持つこの7人。1人目、広岡由美子25歳、彼氏いない歴25年、体重60キロのぽっちゃりさん。女優を目指す彼女は同じ芝居仲間に密かな恋心を抱いている。いや、なんかちょっと気になってるのは多分向こうも気づいてると思うんですけど、でも痩せてる子が好きだったんで、俺のためにな、綺麗になってくれるならみたいなことはちょっと言われた。何この上から見てるの。果たして彼女はダイエットを成功させ、綺麗に変身し、人生初の彼氏をゲットすることができるのか。2人目、藤田恵那22歳、アニメ声におっとり口調、ちょっと不思議系な巨乳シンガーソングライター。女で一つで育ててくれた母が2年前に病気で他界、亡き母にメジャーデビューを誓い、悲しみを乗り越え上京。エクスペリアだけ生活に全てをかける。3人目、矢ヶ崎和樹24歳、熱血イケメン俳優、すでに主演の舞台も経験している実力派俳優。俳優の枠を飛び越え、監督、脚本、主演と一人三役をこなしながらの映画制作に挑戦する。4人目、ニクラス・ホーディン23歳、2年前に北欧から来日したイケメンスウェーデン人。アニメをきっかけに知った日本で現在俳優を目指しアクターズスクールに通う。果たして彼は憧れの日本で俳優への道を切り開くことができるのか。5人目、マジっすか、染谷宗弘26歳、東京都出身、切羽詰まった太っちょベーシスト。このエクスペリアだけ生活でバンドマンとして最後の賭けに出る。ライブ会場を満員にできなければバンドは即解散、さらにミュージシャンも引退。果たしてどうなる。6人目、上記のメンバーに選ばれました河野達也24歳、関西出身の草食系なよなよ男子。テレビタレントを夢見ながらもそのことを家族にきちんと伝えられないまま上京。このエクスペリアだけ生活でタレントデビューを果たし、夢にかける本当の思いを家族に伝えることができるのか。最後7人目は、新葉奈々26歳、昭和歌謡をこよなく愛する本格派歌姫。福島から上京し歌手デビューを果たした彼女だが、待っていたのは厳しい現実。一向に上がらない歌手としての知名度、このエクスペリアだけ生活で一発逆転を狙う。果たして若者たちは自らの夢を叶えることができるのか。12月1日夜10時放送スタート。